こんにちは、インフラエンジニアのゆうたです。そろそろですね、確定申告の季節がやってきます。やってきますというか、もう始まってるんですよね。3月までにやらないといけないんですけれども、なのでちょっと税金のお話をしたいなと思います。まずそうですね、話そうと思ってたことが、フリーラン、会社員を辞めてフリーランスに、なった時の、その税金の不安といいますか、僕はですね、そういうのが結構ありました。仕事自体はですね、その元いた会社から直接もらえるっていうこと、営業さんとお話ししていたので、仕事自体はもらえるっていうのはちょっとある程度確定してたので、そこはあんま不安にはならなかったんですね。ただそのあれですね、税金のことはちんぷんかんぷんですよね。特にずっとサラリーマンをやってきている人っていうのは、会社の経理の方がそういうのをやってくれているので、実際そのどういう仕組みで税金がかかってるっていうのを、ちゃんと把握してなくても勝手にやってくれちゃうので、ちゃんと把握してなくてもやっていけるわけですね。ただ、フリーランスに なる場合はもちろん自分で確定申告ですね、税金を納めなければいけないので、そこら辺の仕組みもある程度、理解しておかなくては、いけないところなんですね。でもやっぱりやったことなかったからとても不安だったんですけれども、実際やってみるとですね、とても簡単というかですね、簡単なんですね。っていうのも僕はフリーっていう会計ソフト、クラウド上の会計ソフトを使ってたんです。使ってた、今も使ってるんですけど、それに単純にですね、このレシートをただこの日はいくら使いましたっていうのをね、入れていくだけなので、実際中でどういう計算が行われているかっていうのは、大体わかるんですね。大体わかるというか、もう紙っぺらが生成されるので、それをただ印刷するだけなので、中身は結果知らなくてもできちゃうわけですね。という意味で、あんま難しくはなかったですね。面倒くさかったけれど難しくはなかったですね。そうで、そうなんですよね、そうなんですよねというか、よくよく考えてみると、この税金を納めるってあれですよね、そのみんなやってるじゃないですか、その個人で働いてる人もちろん、その青色申告でありましたけど、白色っていう方もいると思うんですけど、いるし、税理士さんにお願いしてるっていう人もいると思うんですけど、その世の中の商店をやってる人って多分みんな自分で、ある程度ご自分でやってると思うんです。それも例えばとても高齢な方とかですね、70、80のおじいちゃんおばあちゃんっていうのも、こういうのやってると思うんですけどね。っていうのを考えると、そう、なんていうんですかね、国民がみんな簡単にできるように整備されてることなんですね。なので、いわばその車の免許みたいなもんだと思いますけどね。その別に難しくはないですよね。最初言ったら全然わからないけど、というように車の免許も、その僕一回落ちてるんですけど、実職じゃない一回落ちちゃったんですけど、なんていうんですかね、国民
みんなあのできるようにあの、まあ、整備された整備されているものですよね。まあ、それと同じそういう敷居のレベルなのかなっていうふうに思ってます。なので、まあ、本当になった時って全くこの税金のことわからないので単純に不安になるんですけれども、あの税務署とか行けば全然教えてくれますので、まあ、とりあえず聞いてみるのがいいかなと思います。ああそしたらなんかあこんなこんなんなんだなとわかるかな。あだからそれあれですね、これからそのフリーランスになりたいんだけれど、まあ、税金のところがちょっと頭で引っかかっててもう一歩ちょっと踏み出せないよという方向けのメッセージという感じになると思うんですけど、それかもう単純にですね、その税金のことは僕はやらないよと、税理士さんにお願いするんだっていうのでも全然いいと思うんですね。まあ、フリーにあーと税金自体はですね、税理士さんにお願いしても多分個人事業主一人でやってて、まあ、そのエンジニアのフリーランスっていうぐらいであれば多分5万円とか10万円とかそういう範囲でやってくれると思うんですよね。その確定申告だけお願いしますっていうのは、まあ、仮に10万円だとしても実際本当にこのレシートをですね積んであるんですけど、多分貯めてガガッて貯めたのをお願いします、あとお金も一緒に渡せばもうやってくれるはずなんだ。なのでもう税金のことをもう完全にプロにお任せするっていうのも全然ありだと思います。本当に5万10万とか1年間で5万10万とかであれば、まあそのもらえるお金自体が増えますからね、一気に。その中の5万10万円っていうのは、まあ人それぞれ安い高いもちろんあると思うんですけれども、まあ、決して高くはないものなのかなと思いますけどね。うん、はい。といった、お話でした。はい。あと、今手元にですね、まあ、こんな本があるんですね。これはあの去年初めて確定申告をやるときにちょっと読んでみようと思って買った本なんですけど、確定申告でお金を残す元国税調査官の裏技と、まあ、こういう本で、まあ、これを決して捨てまするとかそういう話ではないんですけど、これってまあどういう本かっていうと、まあ、こういうのは実は経費になりますよとか、っていう、例えばジム行ったお金もその福利厚生でとかっていうですね、要は節税に関するその本なんですね。うん、で、なんていうのかな、節税に関する本なんですけれども、最近ちょっと僕が気づいたというか思ったのはですね、節税にパワーを費やすよりも、その新しく別のことに費やした方がいいなと。その、まあ、単純に、まあ、技術習得だったり、お金を稼ぐ方法だったり、まあ、営業でもいいし、他の人と交流するっていうのもあれだし、だから要は実際にですね、多分そのちゃんとしたお金を測ってないのであれなんですけれども、節税をフリーランスで節税を頑張ったとしてもですね、それはあれですよ、単純にそのこのレシートとか何も経費に落としてないとかそういうレベルではなくて、ある程度なんだ経費できるものは経費にしてっていうところで、経費に切ることは経費にしてっていうところと、節税をすごい頑張って、例えばここで行ったコーヒーは仕事したから200円だから入れちゃおうみたいな、そういうレベルのあれですね、それと
それをもうそういうそのこっちはどっちかなっていうことをですね、頑張っていろいろこういう本を買って読んで、その分析してするっていうパワーを使うよりかは、まあ、新しい方、建設的な方にパワーを使った方がいいんじゃないかなというふうにちょっと最近思っているわけですね。うん、あ、違う、なんかそう、あ、ごめんなさい、違いますね。その間、この節税をすごい頑張って節税してもですね、多分あれなんですよ、フリーランスの一人のエンジニアとしてっていう場合だと、まあ、多分5万10万ぐらいの節税、まあ5万10万ぐらい手元に残るっていうぐらいはあると思います。ただ、それを頑張るよりかは、まあ、その5万10万を新しく取りに行く方に、なんていうのかな、シフトというか考え方を変えた方がいいんじゃないかなっていう、まあ、そういうようなことをがちょっと今言いたかったわけなんですけど、という感じなんですね。はい、なのでまあこういうものを買うよりかは、これすごいなんかディスっちゃってるみたいであれですね、すいませんって感じですね。これを別に、この本はこの本でとても面白いですし、なんていうんだろう、この知識を、これ記すことでこの方は、この著者の方はそれで得てるわけですから、そのこれ節税に対して文句を言ってるわけではないんですけれども、うん、なのでなんていうんですかね、まあ、単純に僕はこうしてますっていうあれですけど、まあ、節税するよりかは新しいところに目を向けるっていうのがいいんじゃないかなというふうに、最近は思っております。はい、ということで、話したいことが話せた気がしますので、ちょっと最後なんか意味不明になっちゃったんですけど、こんなもんですかね。で、ということで、動画終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。